本はライブ、ヒップホップの遺伝子、高2の時に聴いたトンロック、長い時を経た今、暇があればペンをロック、成長期に憧れていた成長期、高年期の今をお断りする成長に、かつて取った蒸気を逸した行動は米軍基地の前にいる派手なピッチの様相、押し寄せる波はグローバリズム、ギャップとスターバックスがやけに多いことに気づく、マクドナルドでは過剰放送が気になる、アメリカカメラをやめてから随分と短縮、90年代は10年一昔前、週に3回はハンバーガーが当たり前、古着屋で買うジーンズはリーバイス、スニーカーはナイキで紺色のポルテックス、理想の対象はビバリーヒルズ青春白書、またはルールズオブアトラクション、感謝祭のターキーとパーティーに憧れる、カーキーズのチョコレートを手に誘われる、留学どころかあわや留年、夏のアメリカ旅行が自分へのお中元、理想と現実のギャップと距離、赤いプラスチックカップだけが心残り、街に溶け込んだつもりでも浮いている、つまらない詐欺にあって後で泣いている、夜は安ホテルにこもって MTV、 実はそれこそが最大のお楽しみ、日本でダメならどこに行ってもダメ、アメリカに来たところで外せない羽目、勘違いと誤解が生んだ歴史観、胃がもたれるまで食べたメキシカン、流し込む飲み物はコーラかソーダ、こうか不幸か若さゆえか見事に消化、多くの矛盾を背負ったバックパッカー、こんな思い出話を続けるのはシャッカー、2003年に始めたスポークンワード、言葉だけで構築、いらない交易箱、Well, what are you doing?